免疫力が弱いかもの対処法。精神科医カバサー、塩のカバチャンネル。今日は質問いただきました。MS さん、43歳女性。連日コロナウイルスの情報を聞いて驚いている毎日です。私はストレスから自律神経の乱れがあるのか、脱毛症になったり、中耳炎、喘息や他の病気も相次ぎ、治療もしていました。免疫力が落ちているのかと検査をしてもらいましたが、そちらは大丈夫のようでした。風邪は引きやすいのと、咽頭炎にもなりやすいので、インフルエンザが流行っている時期も怖いですが、今までインフルエンザにもかかったことはありません。他の病気とは関係ないことなんでしょうか。今は外出で他の健康的な方より感染率高いのかもと気をつけている毎日です。もともとそういう病気とかを持っているので、ちょっと私他の人よりも免疫力弱いんじゃないのっていうことが気になっている、心配なんですという相談だと思うんですけども、免疫力が下がってるか下がってないかを見分ける方法っていうのは、やっぱ風邪に引きやすいかどうかっていうのは結構重要だと思いますね。風邪に引きやすい人は間違いなく免疫下がってますよね。それはね、逆に言うとちゃんと免疫上がってれば風邪なんか引かないわけで、私なんかもう少なくとも風邪ひいて仕事休んだことっていうのはここ20年ぐらい1回もないですね。だから風邪の引きやすさっていうのは免疫とかなり関連しているというふうに考えられます。ですから今このコロナウイルスの状況において、今までねコロナウイルスが流行る前によく風邪をひくとかインフルエンザとかにも毎年かかるわとかですね、そういう人っていうのは間違いなく免疫が下がっていると思われますので、免疫力を上げる工夫、睡眠、運動、朝散歩といったようなことをしっかりとやっていくということが私は重要だと思います。免疫力が弱いかもっていうことで、さっき言った血液検査とかすると、例えば白血球とかが下がっているとか、もうそうなってくると本当の免疫不全になっちゃうのでね、そういう明らかな異常っていうのはないということだと思うんですけども、いいことだと思います。いいことっていうのは注意できるってこと。だから逆に言うと、今言いましたように風邪とかインフルになりやすい人は注意すればいいんですよ。これから、今から、今日から、睡眠不足にならない、運動不足にならない、ちゃんと太陽の光を浴びてビタミン D を産生するみたいなね。なので免疫力が弱いかもっていう人は、免疫力を高める努力っていうのを積極的にすることによって安心できるんじゃないかなというふうに思いますので、私は普段から風邪ひきやすいからコロナになったらどうしようっていうふうに思ってる人は、睡眠、運動、朝散歩をしっかりやって免疫力を高めてくださいと。そうすれば安心ですよということなので、免疫力を高める努力をしてくださいということです。精神科医カバサー、塩のカバチャンネル。毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。